さ、大神一郎奮闘記、またの名を桜大戦ミニゲーム集やっていきます。今日はこの今真上にある機器っていうのをやっていこうと思います。今真上にある機器、後部を操ってコウマ軍団を撃ち落とそう。自分の弾にも注意。十字キーで左右と A ボタンのショットしか使いません。A ボタンで溜めて撃ちます。離します。自分の弾にも注意っていうのがポイントです。もうすぐ見せます。相手って書いてますが、対戦はしません。この人たちのボイスが流れるつだけです。まあ、誰でもいいんですけど。どうしようかな。じゃあ現総司令でいきましょう。総司令になったかな。特別なキャラクターになってる。ご覧の通り、今私 A ボタン押しっぱなしにしてるんですけど、こう後部は溜めてエネルギーの弾を打ち離していきます。で一気にまとめて倒すと、かける234で出てるように得点が、たくさん取れるので、こうやってやられちゃった。まとめて倒すのが高得点のコツです。で、今やられるシーンを見せてしまいましたが、相手が撃ってくる、コーマが撃ってくる赤の弾や自分が撃った青いのも、食らってはいけないという結構難しいゲームです。よし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 、避けるだけとかだったらあんまり難しくないですけど、こうやって連鎖を狙うゲームなので、逆に言えば結構連鎖しないとそんなに得点が来ないので、結構ハイリスクハイリターンを狙うっていう、大暴れ、一瞬だけならこう端っこに避けられます。こんな感じです。一瞬だけなんですけど、でどんどん来て、いまいちいまいち。でスペースインベーダーをやったことがある、おじさま世代ならわかると思うんですけど、端っこのやつを撃つと、よいしょー、やっちまったー。落っこちてくる時間が、往復して端までタッチすると落ちてくるので、いかに、ダメだった、先生ダメだった。褒められた。ちょっと不十分ですね。40万点は少ない方です。一応3位取りましたが、ご覧の通り、もっといけます。再挑戦、どうしようかな。もう、桜にしようか。なるべく新桜大戦からの方々が分かるキャラクターにしてみますか。最初は最初はこうやってゆっくりだからね、割と様子を見られるんですが、敵まだ来ます。警戒しつつだな。片付けをしました。さあ一列だったな。ちょっと連鎖が大きくはならないけど、ほいほい、どうかな。4列は貯めておくか。20匹。新桜大戦だから結構バッタバッタなぎ倒すタイプだから、ぐらいの効果なんてことないかもしんないけど、よいしょ、やべー。昔の桜大戦だったらこんなには来なかったからね。ゲーム中の戦闘だとね、ムービーの中とかだとね、結構大量には来てたけどね。ちょっと片付けよう。ち
続ける。で、かける100いっぱい出したいな。かける100表示させたい。はい。よし。あぶない。ちょっと始まった。はいはいはい。ブレス取っといちゃったから。ブレス取っといちゃったから。結構落ちてくるけど、結構落ちてくるけど大丈夫？結構落ちてくるけど大丈夫？よし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 。こうなると気持ちいい。赤は襲ってくる。2列足す1と取ります。さあ、だんだん降りてくるスピード速くなってきたな。降りてくるスピード速くなってきたな。降りてくるスピード速くなってきたな。あ、気持ちよくない。少ない。しかもわー、後部やられた。やばい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 。これはやばい、これはやばい。端っこを残しちゃうと落ちてくるスピードが無駄に速いから、真ん中だけ抜けちゃうとダメ。わー、やっちゃった。自滅するとこあったね。今青の弾危なかったね。4列ちょっとゆっくりになったな。やられた直後はこうがもうそうなるのかな。意外にこうなんていうかね、もう過去の、おし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 、今のがでかいね。過去のシリーズでやると当時は気づかなかったことっていうか分かったりしますよね。特に今実況しながらやってるんですけど、一人で黙々とやってる時と比べて、喋りながらから、あー、でも80万いった。80万いった。やったー、褒められたー。結構やり込み要素があると思うので、ちょっと引き続きやっていきます。一旦途切れさせます。